ロシアで噴出するテロの脅威、ウクライナ戦争で自国を守れないプーチン政権の愚。ロシアのプーチン政権がイスラム過激派による大規模テロの脅威を封じ込められない実態が浮き彫りになっている。3月にモスクワ郊外で140人超が死亡したコンサートホール襲撃事件に続き、6月下旬には南部ダゲスタン共和国でロシア正教の教会やシナゴーグ、ユダヤ教会堂が相次ぎ襲撃され、20人以上が死亡する事態に陥った。他にもテロの未遂事件は繰り返し発生している模様で、ウクライナ侵攻が長期化する中、国内の治安維持が手薄になっている現状が鮮明になっている。ダゲスタンはロシアの最貧地域の一つで、多くの若者がウクライナ侵攻に駆り出されて死亡している事実でも知られる。テロ事件に関与したのは過激思想に影響された地域のエリート層の若者らで、現状への不満が鬱積している可能性も否定できない。モスクワ郊外でのテロ実行犯の出身地である旧ソ連、タジキスタンやダゲスタン共和国があるカフカス地方は、かつてソ連の柔らかい脇腹と呼ばれ、旧ソ連時代から過激思想の浸透が懸念されてきた地域だ。その名道がロシアを揺さぶり始めた。テロ実行犯の実態。息子たちとはもう数年間会話を交わしていなかった。6月23日に発生したダゲスタンでの大規模テロ事件で、武装勢力に自身の2人の息子が加わっていたマゴメド・オマロフ氏はそう語ったという。オマロフ氏はダゲスタン共和国で地域行政の中心者を務めていたが、事件発生を受け役職を解かれ拘束された。犯人の中にはプーチン政権の与党を支持する政党、公正ロシアの関係者も含まれていたとされる。ダゲスタン当局は急遽共和国内の政治関係者の思想調査を実施する方針を明らかにした。オマロフの2人の息子はイスラム教のワッハーブ派の思想に傾倒していたという。ワッハーブ派はシャリーア、イスラム法に基づくイスラム国家実現を理念とし、その過激な活動で知られる。カフカス地方への浸透はソ連時代に始まったとされるが、治安機関や内務省による厳しい監視下に置かれていた。しかし、ペレストロイカ以後は国外からの布教者の活動が活発になったことから、サウジアラビアの支援を受け、カフカス地方の各地で基盤を拡大し、親ロシアの現地の行政当局と激しく対立した。ワッハーブ派の活動は近年は下火になっていたと指摘されるが、実際にはオマロフの発言からは、地域のエリート層に過激なイスラム思想が深く浸透している可能性が極めて高い実態が浮かび上がる。さらに、テロ事件の襲撃の手法は凄惨なものだった。事件はダゲスタンの首都マハチカラと多くのユダヤ人が居住することで知られる古都デルベントで発生した。武装集団はデルベントではロシア正教会とシナゴーグの双方を攻撃。正教会の司祭が喉をかき切られて殺された後に教会に火が放たれた。シナゴーグも同様に襲撃され火災が発生した。事件が起きた6月23日はロシア正教の祭日だったといい、犯人らはこの日をあえて選んだ可能性が高い。マハチカラでは警察の拠点が襲撃され、一連の襲撃で十数人の警察官が死亡したという。プーチン政権に衝撃必至。イスラム教徒が多数派を占めるダゲスタンではまた、昨年10月にマハチカラの空港でイスラエルによるパレスチナ自治区ガザに対する攻撃に反対する数千人のデモが発生し、暴徒化したデモ隊が滑走路に侵入する事態が発生していた。同事件と今回のテロ事件は現地の反ユダヤ主義の高まりを如実に示している。昨年10月の滑走路侵入事件当時、ロシア政府は、
犯罪的なウクライナ政府が直接的な役割を担った（ロシア外務省のザハロワ報道官）などとにわかに考えがたい批判を行ったが、このような問題の発生は国内における宗教や民族間の対立が起こり得ないとの立場を取るロシア政府にとり、極めて都合が悪いからに他ならない。さらに今回のテロ事件では、プーチン政権のウクライナ侵攻を支持し、政権を支えるロシア正教会の教会に攻撃を仕掛けた点でも、政権に与えた衝撃は甚大なものであったことは間違いない。これは事件が現在のロシアの統治手法そのものへの激しい怒りを背景にしている可能性があるからだ。ダゲスタンはロシア国内で最も貧しい地域の一つとして知られ、2021年の一人当たりの域内総生産 GRP はロシア平均の約4分の1程度にとどまっていたとされる。さらに22年のウクライナ侵攻開始直後に行われた調査では、死亡が確認されたロシア軍兵士の間でダゲスタン出身者の割合は最も多かった事実も判明している。ウクライナ侵攻では貧しい地方出身者がより多く徴兵される一方、モスクワやサンクトペテルブルクなどの大都市からの徴兵はわずかで、地域間で大きな格差がある事実が判明している。このような地域間での著しい格差がダゲスタンのエリートらの間で中央政府に対する激しい憎悪をかきたてたとしても不思議ではない。プーチン演説の虚妄。3月にモスクワ郊外で発生したコンサートホールでの大規模テロ事件では、実行犯として拘束されたのは旧ソ連タジキスタンの若者らだった。そして同事件をめぐり、イスラム過激派組織イスラム国 IS と関係を持つとされる組織 IS ホラサン州が犯行声明を出していた。6月のダゲスタンでのテロも IS ホラサン州が犯行声明を出したと報じられている。ロシアのプーチン大統領は4月上旬、ロシアはイスラム原理主義の攻撃の対象となることはありえない、ロシアは異なる民族そして宗教観において類まれなる調和と団結を示しているからだなどと述べ、事件の発生を命じた者にはロシアの団結を阻害する狙いがあるなどと主張してみせた。あくまでもロシア側には問題がないとの言いぶりだが、繰り返されるテロ事件を見ればプーチン氏の発言は極めて根拠が薄いことが浮き彫りになる。ダゲスタンでの6月のテロ事件をめぐっても、ロシア政府高官らは繰り返し、ウクライナや西側に扇動されたものだとの主張を繰り返した。しかし、そのような見方は問題の本質を見誤らせるものだとして、ロシアの元政権幹部からも批判が出ている。本質的な対策を取らなければ、再び深刻なテロ事件が発生することは疑いないとの懸念からの言葉であることは間違いない。治安維持にほころび。当初は数日で終わると想定していたウクライナ侵攻は、すでに約2年半も続いている。ロシアは国内のあらゆる資源を戦争に投下する必要に迫られており、国内で続くテロ事件は、治安維持の面でのほころびを浮かび上がらせているのが実情だ。実際にはロシア国内でのテロ未遂事件が繰り返し発生しており、海外の治安機関の協力も仰ぎながらようやくテロを防ぐことができていた。ロシアがイスラム過激派の標的となることはないとのプーチン氏の発言は、1990年代の混乱からロシアを救い国に安定をもたらしたとの評価で国民の支持を固めてきたプーチン氏のプロパガンダに沿ったものだ。その事実が崩れれば政権には厳しい打撃となる。イスラム教徒が多数派を占める中央アジアの旧ソ連諸国やカフカス地方はソ連の柔らかい脇腹と称され、政治体制の不安定さや住民の中央政府への忠誠心が疑問視されてきた地域だ。ソ連、またその後のロシアは常にこれらの地域に対して慎重な対応が求められてきた。
90年代のチェチェンでの戦争や国内で相次いだテロ事件を知る多くのロシア人にとり、これ以上の問題の広がりは決して看過できない。プーチン政権は厳しい局面にさらされている。ロシアで多種多様な海峡都が抑圧されたままでいることがそもそも間違いのもとだ。ロシア民族は他民族を見下すが、実は被差別民族の方が有能だ。話題のダゲスタンは第一次大戦後やソ連崩壊後にも隣のチェチェンと共に独立を図り武装蜂起した過去がある。北カフカスは他の語族と異なる固有の言語が、しかも多数モザイクのように分布していて独立不起の気風を持つ。社会にもともとまとまりがないから広域統治が難しいし、現地の協力がないと村落の治安さえ守れない。さらにボルガ流域の海峡都に飛び火すればロシアの存続に直結する問題となる。シベリアが分離してしまうからだ。しかしここでも火山タタールなどが第一次大戦後に独立を試み、ソ連崩壊直後にも民族主権を主張した実績がある。彼ら海峡都がドネツク偽共和国でっち上げに倣い、武力で議会を乗っ取り、インチキ投票で民意を語っても、ロシア政府に文句は言えまい。